花輪伝八幡宮は、栃木県宇都宮市花輪伝五丁目の、八幡山山六にある神社である。花輪伝八幡宮は、江戸時代初期の寛永18年、当時の宇都宮城主であった、三作守奥平忠政が、宇都宮城北方の守護神として、本田別名と合わせてこと白主命と、かの御玉の命を祀って建立したか、既存の社を再建したとされる。当時、 八万三万六には、宇都宮最大の柄の有したと言われる小川寺があり、小川寺が当社の別当寺であった。境内には、抹茶こと平神社と抹茶須賀神社が鎮座する。抹茶須賀神社の霊祭、花輪伝天皇祭の御しを私は、宇都宮の七月の風物詩であり、市内有数の祭事となっている。恵比寿神と稲荷神の合祀に関しては、 明治43年5月16日に無格者であった稲荷神社と恵比寿神社の合祀が許可されたとも言われている。境内に配置されている造作のほとんどに制作年の記録が刻まれている1910年5月16日、タイに無格者であった稲荷神社と恵比寿神社の合併が許可され合祀されているほか、須賀神社と琴平神社が境内に鎮座する。 八幡宮の礼祭日は十五夜である。境内社の抹茶こと平神社の礼祭日も同日に行われる。また、同じく境内社の須賀神社の礼祭である。天皇祭りの礼祭日は7月15日から7月20日であり、市内屈指の大型御輿が市内をお渡しすることで著名とされる。平成23年時点の天皇祭次第。 ハットエビ花花ダーツ司会35周年記念誌、80と、約クと8万と。ありがとうございます。